住宅ローンアナリスト、もげさわこともげチェック塩澤です。本日のテーマはこちら。SBI 新生銀行住宅ローン、またまた金利引き下げ。これについてお伝えしたいなと思います。マイナス金利ね、解除されましたけれども、金利競争ですね、一向に緩和する様相はですね、見せておりません。実際こちらのですね、ランキング発表させていただきましたけれども、ほとんどですね、上がってる銀行がなくてですね、金利が。ややもすると下がってるという、そういった銀行がちらほら見受けられるという、そういった状況でございました。今日はその中でもですね、特に SBI 新生銀行さんが、この3月にですね、プレスリリースを出して金利を下げるというふうに発表しております。ここのあたりですね、深掘りしてお伝えしたいなと思っておりますので、今日はこのアジェンダ3つですね、どんな金利キャンペーンなのか、他の銀行との比較、そして最後ですね、その他の特徴と、こんな人におすすめというところを分かりやすくお伝えできればなと思っております。ではトピックの一つ目、金利キャンペーンの内容です。こちらなんですけれども、もともとですね、 SBI 新生銀行さん 0.42% という変動金利だったんですけれども、新規借り入れと借り換え両方ともですね、この 0.42 をなんとこちらです、 0.29% に引き下げてます。期間限定のキャンペーンとなっておりまして、お申し込みまたはご契約が2024年9月18日まで、お借り入れはですね、2024年10月31日までというふうになっておりますので、期限だけね、気をつけていただければなと思いますけれども、ただですね、このマイナス金利解除というところで金利が上がるんじゃないかというふうに思われてた方もいらっしゃるかなと思いますけれども、 SBI 新生銀行はですね、もうこんなマイナス金利解除なんて関係ねえみたいな、そんな感じでですね、 0.29% に下げるということで集客を強化しておりますので、ぜひですね、ご検討いただくといいかなと思っております。なお、この変動金利ですけれども、手数料定率型ですね、元本の 2% 税抜きで取りますよというところに加えて、手数料定額型という商品もあります。事務手数料はですね、 5.5 万円というふうになっておりまして、定額なんですね。その分ちょっと金利が高いよっていう、まあそういった商品なんですけれども、こちらもですね、 0.6% に金利を引き下げております。ですので、どちらを選ぶかっていうところですけれども、基本的には手数料定率型、要は 0.29% の方でいいかなと思うんですけれども、期間がちょっと短いっていう方はですね、手数料が低ければ低いほど総返済額がお得になりやすいので、そういった方にはですね、この 0.6% の手数料定額型ですね、こちらもいいかなと思います。あともう一つですね、新規借り入れじゃなくて住宅ローン見直しですね、借り換えの方もですね、この 0.29% 適用されまして、実際ですね、どれくらいお得になるのかっていうところも試算しました。こちらが今の金利が 1% の方がですね、 0.29% に借り換えるとどうなるかっていうところなんですけれども、総返済額がですね、141万円お得になると、毎月の返済額がおよそですね、5000円お得になるという結果が出てます。なお、こちらなんですけれども、借り換え時の諸費用ですね、だいたい元本の 3% ぐらいですね、かかるんですけれども、それも反映した上で賞味ですね、どれくらいお得になるかっていうところを試算しております。続いて 0.8% から 0.29% の借り換えはこちらです。 0.7% からの借り換えはこちら、最後 0.6% からの借り換えはこのようになっております。なので 0.6% ぐらいになるとですね、ほとんど差額がないという状況ですので、それよりも高い金利の人はですね、この 0.29% の借り換えっていうところは検討する余地というのは十分あるかなと思います。あともう一つですね、借り換え時に SBI 新生銀行ならではの特徴なんですけれども、期間延長ができるんですよ。普通はですね、最初住宅ローン借りますと35年間ですと、借り換えをした場合もですね、完済の年月っていうのは動かすことができないんですよね。 SBI 新生銀行の借り換えの場合はですね、借り換えた時からまた35年間ですね、返済期間をセットすることができるんですよ。なので金利が下がる効果に加えて、期間が伸びることによって、よりですね、毎月返済額がぐっと減るという、そういった効果もあります。実際ですね、こちら銀行さんのホームページそのまま抜粋してるんですけども、9万6500円の毎月返済額がですね、5万円に下がるという、そういったケースもあるようです。この期間延長ですね、総返済額が増えるというところありますけれども、期間延長した期間についてもですね、例えば SBI 新生銀行さん、元旦新をですね、金利上乗せでつけることができますので、高齢になった時も元旦新の保証がつけられるみたいなメリットもありますので、借り換えの方ですね、金利が下がるという効果に加えて、期間延長でより返済をですね、抑えるっていう、そういったやり方もあるんだっていうところは頭に入れておいていただいてもいいかなと思います。この借り換えのあたりはですね、こちらの動画で分かりやすくお伝えしております。マイナス金利解除だからこそ今やるんですよっていうところですね、なかなか伝わりづらいところはあるんですけども、なんでそのマイナス金利解除だから借り換えなんだっていうところ、気になる方はぜひこの動画ご覧いただければなと思います。あと最後にですね、変動金利 0.29% の場合、毎月返済額がどうなるかっていうところをまとめたのがこちらとなっておりまして、3000万円の場合は7万5000円、4000万円の場合は10万円、5000万円の場合はですね、12万5000円となっておりますので、おそらくですね、皆さんの毎月の返済額と比べると結構安くできてるんじゃないかなと思います。住宅ローンをどの銀行にしようか迷ってるあなた、住宅ローン一括比較はモゲチェック。全国のネット銀行、メガバンク、地銀からお得なローンを選べます。詳しくは概要欄をチェック。ではトピックの2つ目、他行との比較です。モゲチェックのランキングでですね、SBI 新生銀行さん一体何位に位置してるのかっていうところをですね、まとめております。まず、変動金利のその表面金利ですね、実際に払う金利の順位で言いますと、こちらとなっておりまして、第1位となっております。第1位が SBI 新生銀行の 0.29。第2位もですね、SBI マネープラザーで借りることができる SBI 新生銀行さんで同率と。第3位が横浜銀行の 0.3% となっておりますので、この 0.2% っていうのは本当に破格の商品かなと思います。続いてですね、金利と断信、両方を踏
まえた上でのその実質金利のランキングで言いますとこのようになっておりまして、第2位となっております。1位が au 自分銀行、第2位が SBI 新生銀行さんというところですので、非常にですねお得な商品というのがお分かりいただけるかなと思っております。ただですね、やっぱりこう男子のところが無料付帯するところですね、ちょっとこう見劣りしておりまして、いわゆる介護男子っていうところになるんですけれども、カバー範囲がそこまで広くないのかなと。ただ一方で元100ですね、金利上乗せ 0.1% でつけることができますので、私が借りるんだったらこの 0.1% 上乗せの元男子っていうのはつけるだろうなと思います。この商品の詳細ですね、実際に SBI 新生銀行さんの担当者の方に直接取材しました。こちらの動画ですね、少し前の動画になるんですけれども、よろしければご覧いただければと思います。ではトピックの3つ目、その他の特徴およびこんな人におすすめ、このあたりをですねお伝えできればなと思います。以前の動画ですね、こちらでも詳しく解説しておりますけれども、改めてですね皆さんにお伝えできればと思っております。どういういいメリットですね、特徴があるのかっていうところですけれども、いくつかありまして、まず1つ目がこちらですね、旧耐震 OK っていうところですと。基本的に銀行さんはですね、耐震基準は新耐震と呼ばれる1981年以降のものであれば融資しますと。一方旧耐震ですね、これについてはですね受付できないという銀行がですねやっぱり一定数あるんですけれども、 SBI 新生銀行さんはですね、築40年を超えるような物件でも OK っていうところがありますので、古い物件をですねリノベして買いたいなっていう方にはおすすめかなと思います。2つ目ですね、リノベリフォームにも強いというところでございまして、住宅ローン金利ですね、今回の変動金利で言いますと 0.29% ですけれども、この安い金利でリフォームリノベの資金融資受けられるっていうところが非常にこうお得かなと思っております。他行さんではね、特にネット銀行さんとかそうなんですけども、リフォームとかリノベのところっていうのが別枠になってしまって高い 2% の金利になっちゃうところもあるんですよ。なので魅力っていうのが感じられづらいところがあるかなと思うんですけども、 SBI 新生銀行さんは 0.29 でいけるっていうところがありますので、利用の余地っていうのがあるかなと思います。3つ目ですね、転職直後でも OK というところで、最近転職される方って増えてきてるかなと思うんですよ。ただですね、やっぱり銀行さんって勤続年数ですね、収入の安定性というところを見ますので、1年以上は働いていてほしいなっていうところはあったりもするんですけども、 SBI 新生銀行さんはですね転職直後というところでも必ずしも審査官に通るわけではないんですけれども、審査の土台に乗るっていうところがございますので、そういった方はですね SBI 新生銀行さんおすすめかなと思っております。その時はですね、例えばその転職後の見込み年収が分かるようなオファーレターみたいな、そういった資料ですとか業歴ですね、キャリアっていうところの一貫性が証明できるようなものがあるとなおさら良くてですね、例えばマーケティング職種で転職しましたと、そのマーケティング職種は2年以上続いてますみたいな、そういったものがですね職務履歴書で証明できることがあればですね、非常にこう、審査にとってはプラス材料になりますと。こういったところをですね頭に入れていただけるといいかなと思います。次にですね4つ目ですけれども、単身者も審査の土台に乗りますよというところで、単身者ってなかなか審査厳しいんですよ。理由はですね、結婚すると家族構成が変わってですね、単身の時に買った家を誰かにまた貸しするんじゃないかと、住宅ローン借りたままですね、そういったその懸念っていうのが拭えないというところで、銀行さんっていうのは審査っていうのが厳しく見られがちなんですけども、 SBI 新生銀行さんはですね申し込み時に同居家族の情報というのがないというところですので、家族ありなしというところはですね区別なく審査するというスタンスでございますので、単身者の方もですね SBI 新生銀行さんっていうのは検討の余地っていうのは十分あるかなと思います。最後5つ目ですね、自営業法人役員に朗報というところでございまして、確定申告書決算処理ですね、直近2期分で OK というところがあります。ただですね細かい要件がちょっとありまして、自営業の方であれば所得ですね2年間で平均300万円以上とか、法人役員は決算2期とも黒字が必要というところあるんですけれども、通常の銀行はね3期分必要になるんですけれども、1期短くても済むというところはですね SBI 新生銀行さんの特徴として大きいかなと思います。以上ですね、 SBI 新生銀行さんマイナス金利解除というタイミングでですね 0.42 を 0.29 に下げるということでですね頑張ったプライシングをされております。ですので今言った特徴ですとか、純粋にですねいい金利の住宅の欲しいという方もいらっしゃるかなと思いますので、新規借り入れ借り換え問わずですね SBI 新生銀行さんご検討いただくといいかなと思います。あと最後にですね、いいお知らせというところなんですけれども、こちらですね、私、本を出します。5月8日に Amazon で、および全国の書店で発売開始というふうになりますけれども、今ね、予約することができるようになっております。概要欄の下の方にですね、リンク貼っておきますので、よろしければですね、ぜひこちらですね、ご予約いただければなと思います。私個人の考えとして、変動金利がいいんじゃないかというふうにお伝えしてるんですけども、その理由をですね、しっかりと定性的、および定量的にですね、お伝えしておりますので、ぜひ皆さんですね、どんな本か楽しみにしていただければなと思います。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですねコメントにいただけると嬉しいです。ぜひモグチェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力するとモグチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モグチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひモグチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。